はい、それでは時間になりましたので開始させていただきたいと思います。皆さんこんにちはオートデスクの大浦です。本日はレビット2017登場レビット最新機能とオートデスク最新ビームソリューションのご紹介のオンラインセミナーに参加いただきましてありがとうございます。本日は後半にですねご質問の時間も設けたいと思いますのでもし途中でもですねご質問ありましたら画面下の Q&A ボックスに随時お書きください。 また、えー、もし何かオンラインセミナー、視聴に関するトラブルに関しましても、もしありましたら、えー、画面下のですね、Q&A ボックスにご連絡ください。また、えー、スライドの文字や動画が見づらい場合には、スライド画面右下の四角のボタンを押していただくと、えー、サイズを拡大できますので、お試しください。また、配信中に音声や画像が途切れてしまった際には、ブラウザーの更新をお試しください。それでは早速、セミナーをですね、開始させていただきたいと思います。 まず最初に私のセッションということでまず全体のちょっと大きな話と最新のソリューションをですねご紹介させていただきたいと思いますまずテクノロジーの三大変革ということなんですけどもこれまで当初ですね図面化の時代ということで CAD を使って図面をですね作成するという長い時代がありましたそして最近では VIM のツールを使ってですね 建物のモデルを3次元で作成しその3次元のモデルを活用してシミュレーションおよび解析に使うといったより建物を最適化したものにするという最適化の時代というものに入っていますそしてこれからは人もしくはチームさらにはプロジェクトのデータそういったものすべてをですねつなげていくつながりの時代になっていくと言われていますでこのつながりの時代なんですけども 例えば、えー、皆さんが日々仕事をされる中でもですねさまざまな人が携わって仕事をされるかと思いますでその人々は同じ会社にいるわけでもなくて例えば、えー、世界中に散らばっているといったようなことがあるかもしれません、まあ、そういった際にですねオートデスクが提供させていただくソリューションとしてこちらのオートデスク A360 というクラウドのサービスがあります この A360 というサービスを使っていただくことで、いつでもどこからでもさまざまなデバイスから関係者とデザインを共有していただく。また、データを閲覧していただく。検索ができる。まあ、こういったクラウドベースのですね、コラボレーションのプラットフォームとして使っていただくことが可能になっています。この A360 の特徴なんですけども、プロジェクト中心のデザインということで、プロジェクト単位でですね、 データを管理していただく、あるいはアクセスするメンバーを管理していただくということができますし、さらにユニークに、ユニークなですね、ライブレビューという機能を使っていただくことによって、その担当者がですね、どこにいても、この A360 を介して、同じ画面を見ながらコミュニケーションをしていただくといったようなことが可能です。また、えー、特にソフトを何もインストールしなくてもですね、 さまざまなファイル形式に対応した 2D3D のビューアーをお使いいただくことができますので例えばレビットをお持ちでないお客様にもですねレビットのデータをこの A360 を介して閲覧していただくといったことが可能ですそしてオートデスクが提供するクラウドのソリューションということですから設計データとですねより密接につながった形での使い方ということができるようになっています 特に、えユーザーがですね、どこにいようとも、えチーム間のやり取りといったものを、この A360 を介して行っていただくことができますので、例えば、マークアップの機能を使っていただいてですね、えどこが問題なのかといったような指示をしていただくことが可能です。実際、これは海外のお客様なんですけども、森山手島アーキテクスという会社さんではですね、 ジョイントベンチャーのプロジェクトにおいてこの A360 を使っていただいてオフィスが離れた場所にあってもコミュニケーションをスムーズに行っていただくということが可能になったということになっていますそしてこの A360 をベースにレビットのデータをリアルタイムにコラボレーションするツールとしてです、ね、この A360 コラボレーション4レビットというサービスを使っていただくことができます でこちらの A360 コラボレーション4レビット略して C4R と呼んでるんですけれどもこの C4R を使っていただくことでクラウド上で,です、ね、ワークシェアリングをし行っていただくことによって一つのレビットのプロジェクトのデータを複数のメンバーが同時にアクセスしてそれぞれの担当エリアを編集していただくということが可能になります。また、えー、画面のです、ね、右隅のほうにすうっすら映っていますけども えー、デビット上にですね。コミュニケーターというツールが表示されまして、デビット上でチャットをしながらですね。設計のやり取りをして、コミュニケーションをしていただくということが可能です。また、えー、この c4r は a360 をベースにしていますので、まあ、先ほど触れたようなですね。a360 の機能を全てを使いながら、デビットのデータのコラボレーションを行っていただくということが可能です。 そして、こちらも海外の事例なんですけどもマーティン・ジョンソン・アーキテクスという会社さんではですね、この C4R を導入いただきました当初、いろいろなです、ね、ソリューションを検討されてどういうふうにすれば複数のメンバーでですね、デビットのコラボレーションをできるのかというのを検討されたそうなんですけどもやはり特殊なハードウェアが必要であるとかですね、例えばサーバー環境を自分たちで構築しなければいけない。 そういったことが非常に障害になってしまってですねなかなか導入が難しかったということだったんですけれども今回、この C4R を導入いただくことによって非常に手軽にですね C4R を契約した時点ですぐにこのデビットのコラボレーションを実現することができたということで非常にですね使い勝手がいいということで活用いただいているという事例になります。 さらに、えー、こちらはですね、まだ日本では発売されてないんですけども、まあ、情報だけちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけども、VIM360DOCS、えー、という新しいサービスがですね、えー、北米では発売されてご利用いただけるようになっています。A360 がどちらかというとこう汎用的なサービスであるのに対して、VIM360DOCS はより建築、建設向けに特化した文書管理のクラウドサービスと。 いいう形でご利用いただきます特に A360 との大きな違いとしてはです、ねえー、役割ベースでアクセスのコントロールをメンバーに振り分けるということができますのでメンバーごとに編集ができるあるいは表示しかできないといったような権限を設定したりということであるとかあるいは問題管理ということで,です、ね、例えばある建物のこの部分に対して問題がありそうだから確認をお願いしたいと。 ということを別の業者の方にお願いしてですね、それを追跡すると。そういった機能がこの b i m 3 6 0 d o クスには提供されています。まあ、こちらも、えー、いずれ日本では提供されてくるということになると思いますので、ぜひ、えー、お楽しみにですね、お待ちいただければと思います。さて、えー、こちらはですね、まあ、オートデスクが提供するさまざ、あ、まなソリューションが どういった場面でですね、どういったフェーズでご利用いただけるかというソリューションマップなんですけども今ご紹介した A360 それから C4RVIM360DOX といったツールはクラウドのサービスなのでこの図でいうところの,この下の部分ですねクラウドを介して各フェーズごとにですね、さまざまなコラボレーションあるいはデータの共有 あるいはそれぞれフェーズごとの特色によってデータをやり取りする、まあ、そういった形で使っていただけるというサービスになりますそして今度はですねより初期段階の例えば調査であるとか計画であるとかあるいは現況の建物の情報を取得してですねリノベーションに使う、まあ、こういった部分でどういったソリューションがあるかと。 いうことなんですけども今回新しくですね今まで提供させていただいてました RECAP というツールなんですけどもこれが新しく RECAP360 という形で新しい製品構成で提供されています今まで RECAP という形でですね無料で提供されていたツールは RECAP360 という形になって従来どおり無料で使っていただくことができます そして従来、RECAP360 もしくは RECAP360Ultimate という2つの製品で販売されていた優勝の製品なんですけども、こちらは RECAP360Pro という1つの製品だけになりました。ですから、この RECAP というツールですね、無償版の RECAP360、それから優勝版の RECAP360Pro という形で、これからお使いいただくことができると。 ということになりますでこの ReCAP360Pro でですね、まあ、どういった新しいことができるのかというところをですね少しご紹介させていただきたいと思うんですけども今回の大きな特徴の一つがデーータサービスといいいう新しい機能が利用いただきますそのデータサービスの一つがオブジェクトメッシュという機能なんですけどもこのオブジェクトメッシュという機能を使っていただくことによって天群からメッシュを生成してファイルに書き出して 他のオートデスクアプリケーションでご利用いただくということができます。ちょっとライブデモではなくて、紙芝居なんですけども、ちょっとご覧いただきたいと思うんですが、今画面に出ているのが、レーザースキャナーで撮った天群データをですね、Recap 360 Pro で表示しているものになります。道路の橋脚の部分の天群データなんですけども、これをですね、Recap 360 Pro でメッシュ化したい範囲を こういったボックスを使ってですね、えー、この部分だけをメッシュ化したい、まあ、余計な部分をですね、こう省いたような形で処理をします。でこのデータをですねデータサービスを使ってクラウドに投げてオブジェクトメッシュを生成するということができます。でこれを選択してどういう制度にするかそしてどういうファイルに作るかということをですね選んでいただいて送信とやっていただければ クラウドで処理がされてメッシュが生成されるということになります。で今のところこちらの作業はですね、えー、無料体験版の扱いになってますので、えー、クラウドクレジットを消費せずにですね、使っていただくことができますので、ぜひ、えー、お試しいただければと思います。そして出来上がった結果がですね、えー、こういった形で取得ができるんですけども、えー、これはメメントというオートデスクのツールを使ってですね、 メッシュデータを開いてるんですけどもテクスチャーを外していただくと、まあ、こんな形でですね天群データだったものがメッシュデータとしてこう生成されるというこういったサービスをですね ReCAP360Pro でお使いいただくことができるようになっていますそしてもう一つデータサービスにはですねプロジェクトクリーンアップという機能が提供されていますこちらの機能を使っていただきますと不要な天群をですね自動的に特定して スキャン領域に格納して非表示にするあるいは消すということができますですから例えば今顔面に出ているような部屋の中をです、ね、レーザースキャンで天群を撮った時にちょうど真正面のあたりにです、ね、人影がちょうどこの撮った時に人が通りかかったと思うんですけども人影が映ってしまっていますけどもこういったデータをです、ね、このプロジェクトクリーンアップサービスを使って特定して削除するということができます で、このクリーンアップサービスを使ってみますと、クリーンアップのメニューから、あと制度ですね、どういう制度で行うか、そしてクラウドクレジット、これも今回はですね、今のところまだゼロで実行することができます。そしてクラウドの機能を使って待っていれば自動的にですね、今、緑色で ハイライトされてますけども、この緑色でハイライトされた部分が、余計なデータだ、余計な天群データということで、ですね認識がされて、スキャン領域に格納されています。で、これを削除する、あるいは非表示にすることによって、まあ、こういったよりきれいなです、ね、天群データに生成してあげるということが、この ReCAP360PRO のほうで,ですね行っていただくことが可能です。 でこの ReCAP360 を使った一つの事例としてですね、このターナー・フレッチャーという会社さんが行った事例なんですけども、これはオフィスの改装プロジェクトだったんですけども、もともとオフィスだった建物の中身をですね、スーパーマーケットに改装するというプロジェクトだったんですけども、もともとがオフィスだったので、設備がですね、 いろんなところに入り組んで配置されていてそれを現況とデータとです、ね、新しい設計のデータと重ね合わせると非常にこう干渉の部分とかが見つかってです、ね、施工の段階で問題になりそうだったので事前にリキャップを使ってです、ね、天群データを取得してデビットのモデルデータと重ね合わせてです、ね、干渉部分をちゃんと事前にチェックして 設計変更を行って問題がないようにしたと、まあ、そういった事例になっていますさらにこの ReCAP360Pro でですね新しくフライというツールが使えるようになっています、まあ、従来フォト 23D という形でですね写真から 3D モデルを生成するというクラウドサービスがご利用いただけましたけどもその機能が拡張されてですね最近流行りのドローン もしくは UAV と呼ばれる機材に搭載した写真をですね撮ってそこから利用することができるようになっていますでその UAV から撮った写真をですね活用するんですけどもその写真データにですね GPS の情報が搭載、えー、組み込まれているとその UAV に 撮った時の,の GPS の情報を利用してです、ね、そこからより精度の高い尺度のあった建物だったりあるいは他のモデルだったりさらにはその位置情報がです、ね、ちゃんとあった形でのデータを生成するということが可能になります例えばこういった建物の周りを、ね、UAV を通して写真を撮ってそして Recap360 のウェブサービスの方からですね、写真をアップロードして、複数の写真をですね、アップしまして、そして、どういったデータにするかというオプションを設定してですね、あとは待っているだけで、クラウド上で 3D モデルが生成されて、こういった結果が得られるということになります。 で、この結果なんですけども、このデータがですね、実はさっきの GPS の情報を利用した形でデータが生成されています。で、こうして作られたデータは、まあ、指定したファイル形式でダウンロードすることができるようになっているわけなんですけども、例えば RCM の拡張紙、まあ、メッシュ形式のデータであれば、メメントでですね、データを表示して活用することができますし、 RCS のファイルであれば、天群データとしてですね、Recap 360を使って活用することができます。また、TIFF の画像として、オルソ画像としてですね、生成されたデータを入手して使うこともできます。で、その活用方法の例の一つなんですけども、弊社の InfraWorks 360でですね、その Fly で作ったデータを重ね合わせてですね、活用することができます。 例えば、今こちらの画面はですね、インフラワークス360で、モデルビルダーを使って自動的にですね、生成した地形モデルなんですけども、この地形モデルに対して、フライで作った天群データをですね、重ね合わせるということをやってみたいと思います。この天群データを選んであげて、で、ちょっとこれは一つのチップスというかヒントなんですけども、フライで作ったデータの中にですね、え度経度、 それから高度の情報が含まれたファイルが持っていますので、ここからですね、えー、情報を取り出して、インフラワークス360でその天群データを挿入する際にですね、その座標として、えー、色系の,の座標を入れてあげると、こんな感じでですね、ぴったり、えー、その写真から生成されたフライのデータがですね、インフラワークス上でぴったり重なって活用することができます。 しかも尺度がぴったり合った形でですね、活用していただくことができるということになります。例えば、図面データのない現況の建物をですね、活用するといった場合に非常に有効に活用できるソリューションではないでしょうか。そしてもう一つ、今回 Recap360 Pro のですね、ユニークな 機能として、まあ、先ほど、えー、GPS の情報を持った写真からですね 3D モデルを生成することができるということを話しましたけれどもそのデータとですねレーザースキャンのデータを統合してお互い足りないデータをですね補って活用するということが可能ですですので ReCAP360Pro の方でですねレーザースキャンで撮った天群データから位置情報を取得してその位置,情報を位置情報をですね えー、フライの方に与えてあげてフライの方で天群データを作ってそれを ReCAP360Pro で重ね合わせて他のオートデスクソリューションで使っていただくということが可能です、えー、具体的にはです、ね、例えば今画面に出ているのはレーザースキャナーで撮った天群データを、ね、ReCAP360Pro で表示しているんですけども Recap 360 Pro でですね、寸法を測るときに、その寸法をクリックした位置の XYZ の座標をですね、取得することができます。で、この座標の点をですね、覚えておいて、フライでデータを作るときにですね、この点の XYZ の座標がいくつなのかっていう指定がフライでできるようになってますので、これを指定していただくことによって、生成された点群データをですね、Recap 360 Pro の方に 挿入していただくとこんな形で画面が進んでこの、えー、レーザースキャンのデータにですねフライのデータを重ね合わせることによってこういうふうにです、ね、例えば地面から取ったレーザースキャンのデータはです、ねえー、建物の天井部分が映らないのでさっきみたいに真っ黒になっているんですけどもその屋根の部分も、えー、フライでですね UAV で取って補った形の天群データを生成してですね ここんな形でで統合ししてて活用していただくことが可能です。そして次は計画段階でより初期段階でですねコンセプトのモデルを作成するといったソリューションの部分なんですけどもその部分では新しく HomeIt360HomeIt360Pro というツールをお使いいただくことができます。HomeIt、ま、と、あ、いうツールはですね、まあ、従来もあったんですけども今回新しくですね ホームイット360プロという優勝のユーザー向けにですね新しく Windows 版をお使いいただけるようになりましたでこの Windows 版を使うことによってですね、えー、Windows 上でホームイットの機能を使ってモデルを生成するということができるんですけどもさらに今回はダイナモと連携した機能というのがですね実は提供されています、えー、ダイナモもしくはダイナモスタジオ、えー、こちらの方ですね えー、コンセプュャルデザインもしくはコンピューテーショナルデザインのために使っていただくことができるツールなんですけども、えー、すいませんちょっとスライドの中身が古くてですね、えー、こちら0.9となってますけども、えー、先日1.0の最新バージョンがリリースされましたので今1.0というバージョンをですね、えー、お使いいただくことが可能ですでダイナモはレビットのアドインとして無料で使っていただくことができますけども ダイナモスタジオの方はですね、オートデスクが販売している優勝の製品として使っていただくことができるんですけども、こちらのダイナモスタジオの方でですね、ホームイットと連携していただく機能が提供されています。で、ちょっとビデオになってしまうんですけども、今画面出ているのがダイナモスタジオの画面です。ダイナモスタジオの方でパラメータを設定することによって、そのパラメータの内容によってですね、モデルが変形している。 これは建物の形状なんですけどもそれが変わっているというのがご覧いいただけると思います。このダイナモスタジオのデータをですね、ウェブに公開するという機能が提供されていまして今、作業したんですけどもこのデータをウェブに公開することによって名前を付けてパブリッシュとやっていただくと URL が自動的に生成されましてその URL をですね、ブラウザーで開くと ダイナモを持ってなくても、ブラウザーだけでダイナモのグラフを実行するということがですね、こちらの機能でできるようになっています。で、先ほどのダイナモのグラフと同じ内容がですね、実行されてますので、ブラウザー上でスライダーバーを動かしてあげて、建物の形状をですね、どういうふうにすればいいかっていう検討を行っていただくことが可能です。で、さらにこのデータをですね、ホームイットの Windows 版では、ダイナモの ウェブに共有したデータを取り込んでくるということができますのでこんなふうにですねウェブ上に公開したダイナモスタジオのグラフをですね取り込んできて活用することができますそしてホームイットの中でですねパラメータを設定して形状を変えるということも可能ですでその作ったデータをですね書き出すっていうことができるんですけどもその書き出したデータは今これレビットの画面なんですけどもレビットのアドインのですね ホームイット360コンバーターを使っていただくとホームイットで作ったデータを取り込んでくることができますので今、ホームイット360で、まあ、ダイナモスタジオを使いつつ作ったデータをです、ね、デビットの方に取り込んで重ね合わせてです、ねまあ、どういったデータになるかという、まあ、検討をこうしていただく、まあ、こういったことがです、ね、新しく連携してご利用可能になっています。 で、今の流れをまとめるとこんな形になりまして、ダイナモスタジオで作ったグラフをですね、まあ、共有ワークスペース。えー、これちょっと新しい1.0のバージョンでは、えー、ウェブに送るという、ウェブに送信という名前にちょっと変わってるんですけども、えー、共有ワークスペースに送ってですね、インターネット上で活用ができるとで。そのデータをですね、ホームイット360 Pro の方に取り込んで、えー、活用いただきます。でそして、ホームイット360 Pro で作ったデータを書き出していただいて、 レビット上のですね、ホームイット3ーコンバーターを使って取り込んでくると、えー、こういった連携が可能になるということになります。はい。で、こういった話のですね、中心となるのは、えー、当然レビットになるわけなんですけども、えー、設計から施工、あるいは、えー、さまざまな広い分野でですね、レビットで作ったデータをこう活用していただく。 いうことがでできるわけけなんですけどもじゃあ、そのレビットでどういう新しい機能が提供されて、どういうふうに活用できるかということはですね、引き続き、えー、でごめんなさい、えー、三井の方からご紹介させていただきたいと思います。じゃあ、私の部分はこれでなります。ありがとうございました。 はい、えー、とそれでは、ですねあのごめんなさい、ちょっとあえー、これから、えー、Revit2017 のですね新機能紹介のほうを始めていきたいと思います。えー、まず、ですね、えー、2017年度版に関しましては、えー、と今回、モデリング、それから、えー、と作図表現、えー、パフォーマンス、これらのですね3つを軸にして、えー、今回は、えー、機能向上、それから新機能のほうの開発等々を、ねえー、行っております。 まず、ちょっとこれはですね、まあ、ラグの皆様に関しましては、もうすでにアップデートされてから2017を使われていると思うんですけども、一般の方々に関して、それからサブスクリプションにご加入されてなかった方々に関しましては、このリリース数というのはです、ね、そもそもが一番最初入ってないという形になっていて、2017, 年2017で、 これらもすべて加えた形での2017という形になりますので基本的にはこの2016のリリース2で追加機能として追加された分プラスです、ね、2017の新機能という形になりましてこちらが2017で完全に追加された新機能それから機能向上の一覧になるんですけどもこれらが足された形でデビットの2017と。 という形でリリースをされております。まず最初にですね、プラットフォーム機能、それから、えー、と衣装制御機能、えー、そのあたりをですね、まずご紹介の方をさせていただきたいと思います。 えまずですね、こちらの方は完全な新機能になります。2017に入ってからの新機能という形になります。えー、これはもう、えー、常々レビットは最初に出た頃から、えー、かなりお客様に言われていたことなんですけども、えー、断面図ですとか、それから、まあ、立面図、金ばかり等々に関してですね、図面の奥行き感がないねと。えー、図面化した時にですね、図面の奥行き感がない。どうもこう、線が生きてないとか。 よくそんなこと言われていたんですが、そういったところが改善されないんですかというところだったんですけども、ようやくですね、2017で図面に対しての奥行き設定というのが可能になりました。こちらの方はですね、断面図、もしくは立面図表現において奥行き範囲、それから描画の濃淡をですね、自由にコントロールすることができるようになりました。ただちょっとここでですね、一つ気をつけていただきたいのは、断面図ですとか、あと、 雑詳細の辺りで図面の切り取りなんかをしてその部分を断面表現するという場合もあるかもしれないんですが基本的にこの機能に関しましては図面の切り取りに関しては奥行き設定は機能が有効になりませんのでご注意くださいじゃあ実際にどういった形で図面の奥行き表現というのがあるのかというのはですねちょっとこちらは動画になるんですけども ちょっとご覧ください。こちらが17の画面になります。これらのですね、まあ、ここ、1階の部分に対して、断面図を切りますと。範囲としては、まあ、このリビングの部分、全域を入れています。 そうすると、当然、奥から見ると、この暖の方向に向かって見えることもあるんですけども、この際にですね、このグラフィック表示オプションのところのスケッチのライン、この下にですね、ちょっと訳がおかしいんですが、デプスキューイングというところがあります。 ちょっとこちらの部分に関してはですね、一応役の,あの修正を今依頼をかけてますので、おそらくあのアップデート版で少し名称はきちんとしたものに直す、直ることになるかと思うんですが、原稿ですとデプスキューイングというもので出ておりますので、ここの部分をですね、変えていくことで、奥行きがですね、こちらですね、表示という形になりまして、 で、えー、開始と終了この位置を変えていくことで、えー、と奥行きの深さをまず変えていくことができるようになります今左側の部分でどんどん、えー、暖炉の部分が薄くなっていくのが分かったとお分,分かりになるかと思うんですがここを逆にどんどん手前にしていくと今度は、えー、要は奥行きの深さの部分がなくなってくるので一旦消えると。 その代わりノーターンを暗くしていくことでまた少し出てくるというような形でですねえとここでえとエンドの部分とそれからえと深さを決めた上でどこを一番濃く出したいかというのをですねえとフェードの制限の部分でえコントロールしていくことで詳細なえ奥行き表現断面図表現というのが可能になることになります はいえー、続きましてです、ね、こちらのほうも2017に関しての、えー、完全な新機能という形になりますが、グラフィック設定機能の向上ということで、えー、と天群データの表示をです、ねえー、今までですと、2016までですと、えー、とスキャン位置というところで,です、ねえー、天群を取ったときに、えーまあ、取った位置をいろいろ変えながら、最終的にガッチャンコして、えー、と天群というのは出していると思うんですが、そのときの天群のスキャン位置、 に分けけることはでできたんですけども各パーツですとかそういったものには分けることができなかったんですが2017では領域別という部分が新たに追加されていますでそちらの方ではですね床ですとか壁、天井そういった部分に関してを振り分けて出すことができるようになっていますただしですね こちらの方、この V 別というところなんですが、V 別を使用できるのは、オートディスクリキャップを使用して、天群のプロジェクトデータを作成した場合に限り有効という形になります。実際に、どんな風に表示がされるのかというところなんですけども、ちょっとこちらも前もと撮ってある動画の方をご覧いただきますが、こちらが、レビットの天群のサンプルデータの。 でこれは、えー、と中ですと、外側もな中側もですね、すべて入っているデータなんですけども、えー、とこちらでですね、えー、表示グラフィックスの上書きのところで、えー、天群のところ。でこちら、えーと、スキャン位置の下にスキャン領域というのが新たに加わっていますで。これで、えー、と天井ですとか床、えー、照明、壁、 そういったような形でですね、振り分けができるようになっています。で、それらに対して、えーと、カラーリングの設定もできるようになっていますので、こちらで、えー、RGB の色気をですね、自由につけてですね、で、えー、表示したいところだけを、えー、設定をかけて出すということで、不必要なものを抜いてですね、天空の方を表示することができると。こういった形です。今、天井と,、えー、と床の部分だけと。 いうふうふに設定ししてて色分けをしてありますこういった形で、えー、と不必要なものを消しながらですね効率の良い、えー、計画設計ができるという形になります、えー、続きましてこちらはですね機能向上という形になるんですけども、えー、と手すり機能の、えー、ごめんなさい手すりの作成機能ですねこちらに関して、えー、とかなり、えー 大体的な機能向上を行われまして、えー、と今回ですね、スロープに沿った手すり作成というのが可能になりました、えー、と実際、スロープというかですね、えー、正確にはもう自由形状です、えー、と床ですとか壁それから天井のトップの部分に対してまあ手すりがつくことになると思うんですけども、えー、そちらのですすね、手すりの、あごめんなさい、えー、と形状のトップの部分が自由形状になっていた場合、まあ、波打っていた場合ですとかそれから傾斜がかかっていた場合ですとか そういった自由形状に対してですね手すりの作成というのが可能になりましたとで。これはあのまあ傾斜であったり、螺旋、R 形状、さまざまな状態に対してもですね柔軟に対応することができます。ちょっと今、こちらの下のところですね、プレーパワーポイントのところにいろいろなこう形のものが入ってますけども、じゃあ実際にこれを作っているところですねちょっと実際に見ていただこうと思いますが、えー、こちらもですねちょっとあらかじめ動画に撮ってありますのでご覧ください。 このような形で例えば、これまず床の部分ですね、上下に角度をつけてあります。ですので、若干ひねってある状態ですね。そういった複雑な形状のものであっても、今、3D のところと平面と出していますけれども、まずこちらの方でプレビューのチェックを入れておいて、連結、で新しいソフトを選択というところで、その螺旋形状のものをですね、 選択してあげてこのように OK という形にするとこの傾斜に沿った形で,です、ね、手すりの方を配置してくれるという機能になります、まあ、今までですと基本的にはフラットの部分にしかつかなかったのでかなりこういった手すりを作るのは難しかったんですけどもそれが可能になっています他にもです、ね、例えばこのような波打っている形状の場合 こういった場合分でもですね、基本的には作り方は一緒です。新しいホスを選択というのを入れていただいて、あとはどのトップの部分にというのを選択するだけで、それに沿った形で手すりを作ってみますと。ただしですね、あの、ちょっとこれで見ていただくとわかるんですが、こういった波打った形状の場合、今ちょうどこう、カタカタカタっと回ってます。 でまた、ちょっとまた計算処理をしてますというのが出てくるんですけどもえスロープに沿った手すりを作成する場合なんですけどもレビットの方でですねえその計算をしながらえ手すりの方を随時作っていきますですのでえまあ単純なえとスロープ形状であったりとかえ R 形状であれば問題はないんですけどもこういった波打っている特殊な形状の場合という場合はですねえと若干このように今動画の方に出ているようにですね え随時計算をしながら手すりの方を作成していくことになるので若干これあれ止まっちゃってるのかなんていうようなえことをえ考えてしまうぐらいですね若干計算をしながらやりますので少し正直動きが遅くなりますです,ですがあのこれ別にあの壊れてるとかえっとバグが出てるとかそういうわけではなくて複雑になればなるほど計算しながら その場で手すりの方を作成していくので、こういった形になるというふうにご理解いただければと思います。続きまして、こちら、機能向上になります。ヘアタグファミリーの機能向上ということで、ヘアタグの部分の数値の部分、こちらに数式がようやく挿入できるようになりました。 これはかなり日本のユーザーの方からずっと言われていたことなんですけども、ようやく、ですねこちらのほう、数字、面積ですとか、それから容積、そういったあの整数を入れるもの、そういった部分に関しましては、ちょうどですねこのような形で、これが17の画面になるんですが、パラメータをつけるときと同じように、表記が1つ増えまして、その部分に計算式を入れることができるようになったと。 いう形になります、えー、続きましてこちらはですね機能改善ということになるんですけども、えー、エネルギーの解析機能に改善ということで、えー、エネルギー設定プロパティの簡素化ということでですね、えー、これ今まではですね2016の時はエ,ネエナジーアナライシストを使う時にですね、えー、マスモデルとあと建物の 外壁の部分に関しての初期設定この部分がです、ね、特にあの建物に関して初期設定をするとかなり深いところまでいかないとです、ね、設定ができなかったんですが今回それが集約されて簡素化されましたという形になりますちょっとこの部分は実際にこれも見られた方がよろしいと思うのでこれも動画にちょっと撮ってみましたのでご覧ください これ、えー、と最初にまず16のときのエネルギー解析設定の場合をご覧いただきたいと思います、えー、と16の場合は、すね一旦設定モデルを作ってから、ここにです、ね、スペースというのに設定を変えないと、建物の部分のです、ね、この解析プロパティというのが出てこなかったんですね。 ですので、一旦解析モデルを作っちまで作ってから、ここのスペースの部分を変更、それから建物の外皮の部分の仕様を変更という形になっていたんですが、2017に関しましては、それがですね、一つのプロパティで簡単に変えられるようになったという形になります。 続きまして、こちらはですね、機能改善という形になってまして、これはですね、GBXML に書き出す際に、えー、エネルギー設定を使用というところを使った場合、ですね、そちらに関しては、えー、あごめんなさい、えーと、2通り書き出しが可能になってまして、エネルギー設定を使用というものと、あと、部屋とエリアスペースの要積を使用という形になります。であのエネルギー設定の部分ですね、 ここを編集する場合に関してはエネルギー設定をしようとの部分しかこの編集機能のところがですね、作動しませんのでちょっとそちらだけご注意くださいと。えー、とこの右側にある編集という部分ですねここはあのヘアスラッシュスヘリアスペースの容積を使用というところを選択した場合はグレーアウトされますのでここの編集はできないことになりますのでそこだけご注意ください。 続きまして、こちらはですね、機能強調というか、機能改善というか、そういったところなんですが、えまあ、ラグのメンバーの皆さんはもうすでに R2 から使われているので、ご存知かと思いますが、グローバルパラメーター、こちらが R2 から搭載されていますが、えこちらのですね、えー、検索機能が新たについたのと、あとそれから、えグローバルパラメーターの設定部分がですね、えリボン状に配置されることになったという形になります。 でえー、と寸法にラベルをつけるというタグに変更されましたでそこにですね、えー、と R のレビットの R2 から、えー、よくパラメータの部分で、えー、とこの検索機能がどん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 追加されてるんですが、えー、グローバルパラメータに関しましてもこちらで検索機能が追加されるようになったということになりますまたですね、えー、グローバルパラメータが関連付けられてる要素と 関連付けられていない要素というのをですね集計表上で、えー、と振り分けることができるようになりましたので、えーまあ、集計表を持ちながらですねどの部分でグローバルパラメーターがついているものこれがついていないものというのをです、ね、確認を取ることができるというようなこともできるようになりました。 続きましてこ、えー、こちらもです、ねえー、機能改善になるんですが、えー、書き出し機能の向上ということで、えー、基本的にはレビットは、えー、上位互換という形になるんですが、えー、FBX の書き出しの際にです、ね、旧バージョンへの対応というのが行われるようになりました、えー、とダウングレード項目がです、ね、書き出しの時に追加されるようになりましてちょっとこれあのパワーポイントだと見づらいかもしれないんですが、えー、と2017年になりますと この FBX2015、そしてその解というようなこれ英語表記になっているのでアンドプレビアスということなんですけどもそちらの部分とあと通常の FBX ということで2017方式と2015より下のものということで解バージョンにも対応が可能になったという形になります。でですすのでのソフトウェア等にですね回すに回とき お使いになられている 3D ソフトが、買いバージョンであれば、そちらのほうを選択することで、正確にですねデータの移行というのが行われるようになります。こちらも機能向上になります。こちらのほうも、よくユーザーの方々に言われていたんですが、文字編集、もう少しどうにかならないんですかと。 いうことでですねこれも世界各国の方でかなりリクエストが出ていたようでしてちょっといろいろ細かいところにはなるんですが文字編集の機能の向上というのが行われています、うん、まず例えばですねこちらの方にあるとおり上付き文字ですとか下付き文字、まあ、あのルートであったりとか事情であったりとかそういったような形でです、ね、記号文字,の文字記号の場合等々あとは平米とかそういったところですかね そういったようなものですかね、文字が付けられるようになりましたと。まあ、他にもですね、えー、っと段落追加、増減がですね、段落の増減ができるようになりました。で、段落の増減をすることで、えー、横につく数字というのもどんどん自動でですね、連番で足されていく、もしくは削除することで、えー、番号の方もきちんと連動して下げてくるというようなことでですね。 文字集計に関しての追加機能というのが行われておりますこちらの方はですね、まはちょっとちっちゃいミニミニな機能なんですが一応新機能という形になりまして R 面の墨、ね、切りと直線部分との結合と,あと連動というものになります これはですね、ファミリー編集の際、特にファミリー編集の時なんですけども、R の、R 面と、あと直線の面との間に高速機能が今までついてなかったんですが、17でですね、この間に高速機能が追加されました。これによってですね、こういった R 形状のもので編集をかける際、ちょっと角の面とですね、炭切りの部分というか、R 面のところ、この部分が連動することで、細かい修正が可能になったと。 いう形になります。ちょっと実際こちらですね。えこれも見ていただこうかと思いますが。えちょうどこちら、えちょっと今ですね、ちょうど書いてますけども。これが、えっと、16の時ですね。このように、R を書いて直線を入れた場合っていうのは、 えー、高速機能が成り立ちませんので直線部分をこのように編集をかけていくともうすでに R の端点と直線の部分には関連性がなくなってしまうとでこういった上下をするときだけはですね R は保ったままなんですが R をこうやって動かしてしまうとこの直線の部分との関係は一切成り立たなくなってしまうというのがあったんですが、えー、とこれが17になった場合なんですけども まあ同じような形状ですね。位置関係を作ります。で、ここにまあ R を作るんですけども、この時点で今出てきてますけど、この南京錠が新しくつきましたので、これでロックすることで、このように R と直線との関係性を保ったまま、直線を動かしていくことができると。で、R を動かせば、R 自体を動かしてもですね、えー 両端点との直線の関係性を保ったままで編集ができるとで。上下に動かしても直線と R の部分はつけたあの関係性を保ったままで動かすことができるということでより細かいです、ね、編集というのが可能になるという形になるかと思います。 え続きまして、こちらはですね、えー、と新機能という形になるんですけども、えー、と集計表に関しても、ですね、えー、もう少しエクセルに近い形でいろいろと編集ができないんですかというのをよく伺っていたんですけども、まあ、あの毎年、えー、と集計表に関してはですね、まあ、15あたりからですかね、徐々に徐々にかなり注力を入れて、えー、機能向上というのを行っていると思うんですけども、えー、と今回また新たにですねいくつかの新機能というか、機能向上というのが行われました。 まず一つ目としては、えー、項目の結合機能ということで、エクセルでもこうセルをつあの結合するとかいうのがあると思うんですけども、その中で複数のパラメータを結合してですね、一つの項目にまとめて、また別項目として名前を形状することができるようになったという形になります。例えば、えーまあ、HWD とか、h ヘ t ト w e i g h t d i p s ですとか、そういった部分を一つの項目にして、 新たに項目名を作って、えー、まとめてですね表示をするという形になります。でそれはですねパラメータの部分をですね、えー、と結合するというのを入れていただくことで、えー、結合が可能になりまして一応その結合したときの名前の状態、どういった形で、えーえー、内訳がどのように表示されるかというのもですねこのダイアログの一番下の部分にですね、えー、結果のプレビューというのがありますのでそこを見ながらですね どういった表示になるというのを確認しながら作成をすることができます, <laughs> すみませんただしです、ね、結合した場合なんですがそのパラメータ自体に関しましては読み取り専用という形になりますですのでこの結合したパラメータに関してはフィルタ条件ですとかグループ化の条件にすることができないというのがちょっと制限がかかってきますのでそこをご注意ください こちらも集計表の機能の向上なんですけどももう一つ集計表のプロパティ機能の向上ということでこれはまあかなりミニミニではあるんですが書式タブ内においてです、ね、一つ項目が追加されていますフィールド内の数値をです、ね、通常あの2016の R2 までは標準、合計、最小値、最大値 これをです、ね、あの分けて出すことができていたんですが今度は新たにです、ね、最大値から最小値までこれをです、ね、合わせて計算して表,表に出すことができるようになりましたという形になりますですので同じ部屋名であったとしてもそれが例えば5平米から20平米までとか10平米から100平米までとかいうことでどれぐらいの幅のものが中に入っているんだと。 というのをですねまとめて表現をすることができるという形になりますただし当然のことながら最小値と最大値を出すことになるのでこの機能に関しては合計計算が可能なフィールドに対してのみ有効という形になりますのでご注意ください次ましてこちらは機能改善と いう形になりますが、えー、まあ一部の方はもうすでにご存知かもしれないんですけども、実はあの弊社の方ですね、えー、まだ全ての製品ではないんですが、えー、NVIDIA のですね、テクノロジーでありますメンタルレイ、こちらの方ですね、えっ、ー、と、徐々に弊社の独自のですね、レンダリングエンジンの方に移行をかけています。で、デビットに関しましては2017からは全て すべてといいますか、レビット自体が1つしかないんであれなんですけども、オートデスクレートレーサーに統一されました。ですので、メンタル例はもうありません。すべて、オートデスクレートレーサーに統一という形になります。ですので、クラウドのレンダリングと全く同じエンジンによって生成されるという形になります。ただし、このオートデスクレートレーサーもですねかなりバージョンアップというか、チューンアップされてきてますので、より使いやすくですね、 より高精度なレンダリングというのが、まあ、とても簡単に作成をできるという形になるかと思います。えー、こちらはですね、えー、それに伴ってというわけではないんですけども、まあ、小さな機能向上ではあるんですが、えー、マテリアルブラウザの設定部分でちょっと、えー、若干設定画面が変わっています。 えとマテリアルブラザーのごめんなさい内外観プロパティの中の、えー、とマテリアル外観イメージこの部分のです、ね、設定が変更されています、えー、と2016の設定画面ですと左側の通りえっ、ー、りシーンとレンダリング設定というところだったんですけども、えー、2017ではです、ねえー、とシーンと環境というのが追加されていますでそこで、えー、とドラフト品質と制作品質ということで、まあ、これはあのフィニッシュの後ですね どれぐらいの精度のもので出てくるかというのをこのマテリアルの画面であらかじめですねある程度確認を取ることができるというものになります。 えこちらもですねえとレンダリングにおいての新しい機能向上でえとこれはですねよくあのビジュアリゼーションのえ多分ご担当の方にはよく言われていたことなんですがやはりあのコンペの際えこういった高性能なレンダリングを出せるレビットではあるんですがやはりフィニッシングに関しては最後はあのレタッチですとか細かい修正加工等をですねやはりフォトショップに持ち込んで修正をかけたりですととかあとはまあイラストレーターにかけてえとコンペボードに編集をかけるとレイアウトをすると。 ということをほとんどのビジュアリゼーションのご担当の方やられていると思うんですがそういった際にです、ね、やはり一番邪魔になっていたのがレビットのほうで設定される背景がです、ね、やはりかなり邪魔だったと。 ということでこでの背景を取れないのか取れないのかとよく言われていましたで実際、の2016でもです、ねえー、と設定の仕方で,です、ね、一応あの背景のほうは投下というかまあ外すことはできていたんですがそれがです、ね、ようやく2017はデフォルトで,です、ね、背景を投下という,ふうな項目が一つ増えましてこれを行うことで背景を出さない状態投下、まあ、している状態ですね。 それで、えーと、レンダリングをそのまま、えー、画像として出すことができるようになったという形になりますので、えー、とビジュアリゼーションのご担当の方に関しては、この部分、まあ、ちょっとちっちゃい機能向上ではあるんですが、かなり便利な機能として受け入れられるのではないかというふうに考えております。えー、ちょっとこちらの方もですね、一応ちょっと動画を撮っておきましたので、えー、ご覧ください。えー、とこれがまあ2017のですね。 レンダリングをかけるときに、ここの部分ですね、ここに透過というのが追加されましたと。でこれによって、えーと、レンダリングをかけた場合にですね、後ろに今、えー、デフォルトで空をつけていますが、このように、えー、これもうほとんど Photoshop の,あのレイヤーのない画面としてですね、あのチェックの画面が出てきて、えー、後ろが透過された状態、真っ白な状態で最終的にレンダリングが吐き出されるという形になります。 ので、これを外に吐き出して、こちらですね、見ると、このように、背景がない状態で、アウト、ごめんなさい、書き出しをすることができるというものになります。続きまして、こちらはですね、機能改善になるんですが、ヘアタグ、こちらのですね、機能改善になります。ヘアタグに対してですね、ピン機能が適用されました。 えとこれによってですね例えばあの実施設計ですとか、それから施工図、そういったものを書いているときに、やはりこういったあの扉の建具符号ですとか、そういった部分に関しては、こうだん密度が濃くなってくると、一発置いた状態で、あとは動かしたくないとか、だけど、建具とか動いた場合に、引き出し線だけはちょっと書き,書き直していきたいという場合なんかに、ですね固定した状態でえ引き出し線だけを編集をかけることができるようになったと。 いうものになります。ちょっとまずですね、こちら動画を見ていただきたいんですが、まず16での、えー、このヘアタグの、えー、動きですね。こう動かしていくとですね、まあ、こう一緒に動いちゃうと。要は、あのー、縦符号なんかをこう空いた部分にきちんとです、ね、押さえておきたいのに、一緒になって動いてしまうと。 という状態だったんですが、こちらが17になりますけども、こちらのへへヘアタグにですね、これはヘアああの,の6個かけてない状態です。でこれに対して、 ピンを入れます。そうすると、縦具を動かすと、引き出し線は一緒になって追随してくるんですけども、部屋あのタグの位置ですね、この縦具符の位置は動かさずに、そのまま引き出し線を編集引,引き出し線だけを変集をかけてくるというような機能になっております。 ちょっとすみません、話が前後してしまうんですが、あとはレンダリング設定、先ほどお話ししたとおり、メンタルレイからオートデスクのレイトレーサーに変更されましたので、例えば全バージョンのデータ、当然メンタルレイでお使いになられていたと思うんですけども、その設定に関して、じゃあ、どこまで継承されるのかというところなんですが、基本的にはほとんどの設定というのは、オートデスクレイトレーサーのほうにですね自動変換あ、あごめんなさい、自動変換されることになります。 ただしですね、メンタルレイにはいろいろ様々な専門的な計算機能がついていたんですが、その部分とですね、やはりレオートデスクレイトレーサーに関しては、高品質なものをより簡単に計算させるということで、いくつかの機能がですねサポートされていません。例えばですね、左側がメンタルレイで、右側がオートデスクレイトレーサーの設定状態なんですけども、 例えばメンタルウイにはモヤという設定ができるところがあるんですがオートデスクレートレーサーこちらに関してはサポートをしておりませんそれから露出コントロールの中の中間トーンこちらに関してもオートデスクレートレーサーに関してはサポートをしておりませんのでご注意くださいという形になります それでは続きまして、ですねこちら、機能改善という形になりますが、文字中継機能の改善ということで、文字中継の方向を維持するというやつですね、これは今度、回転させる際に、ですね文字中継をプロジェクトに合わせて回転維持、回転するか、もしくはそのままその位置を維持するかという選択が改めてできるようになっておりますという機能になります。 でえー、とこちらですね、機能向上という形で、えー、と先ほど前段部で、ちょっと大、えー、裏のところのですね、えー、プレゼンでもありましたが、レ、えー、ビットのところでですね、えー、このレビット、ごめんなさい、コンバータ RFA24MIT360 という機能がついてまして、そこの部分の中でですね、デフォルトのアドインタブで、これらの機能が新たに追加されています。 例えば RFA、Revit のファミリーファイルをフォー m i t 3 6 0の中に直接コンバートするデータに変換それからフォー m i t 3 6 0のデータを Revit に直接読み込む変換機能あと他にもですねやはりあの計画時に関してはのスケッチアップのデータなんかを使われている方多いかと思うんですけどもスケッチアップのデータをフォー m i t 3 6 0に直接コンバートするというようなデータ変換ですとか それから、フォーミット360のデータをレビットのファミリーに置き換えるというようなデータ変換というのもレビット上でできるようになっています。ちょっとまずこちらご覧いただこうかと思いますが、こちらはですね、スケッチアップで作ったデータを一旦フォーミットに取り込んで、それをレビットの中に入れ込むという作業になっています。ですので、こちらでフォーミットのデータをレビットに取り込むと。 いうのはですねこちら、コンバートを使ってやります。これ、大体人が行くぐらいのデータなんですけども、どれぐらいかかるか、こちらですね、ちょっとじゃ画面は途中で切ってるんですけども、この、えー、カウントの部分を見ていただくと、大体どれぐらいの速度でどれぐらいの大きさのものを変換できるかというのは、ご体感いただけるかと思います。 えっとですね。だいたいこう、100メーター角ぐらいの、外区の状態なんですが、約2分弱ぐらいですかね。今1分ちょっと過ぎてますけども。で、ちょっと今これ今画面飛ばしてます。1分53秒ということで。押すとポンと出てくる。まあ約2分弱ですね。で、これで取り込むことができますと。で、一度取り込んでしまえばですね、えー、っと、この中のブロックなんですけども、 これ一つ一つインスタンスになってますので、中で、えっと、編集をかけ、レビット上で編集をすることは可能です。今ちょっとこれ影作ったりしてるんですけども、あとこちらですね。例えばクリックするとファミリー編集ということで、インスタンスということでですね、一個一個編集をすることもできますので、レビット上で細かい修正っていうのがまた可能という形になります。 で、えー、ここまでがですね、プラットフォームと、それから衣装設計の機能のご紹介になりまして、続いてですね、ストラクチャーと、あとファブリケーションということで、レビットストラクチャーの機能の部分ですね、えー、機能紹介、ごめんなさい、新機能と機能向上の部分の方をご紹介したいと思います。まずですね、えーと、基礎ファミリータイプのプロパティの機能改善ということで、えー、まあこれちょっとちっちゃいところなんですけども、基礎のパラメータ部分がですね、えー、今までは、 この左側の通りにですね基礎の出、内側、外側それから基礎の厚みということでちょっと若干分かりにくい状態だったのでこちらをですね当然通常の基礎であればセンター置きになりますので幅と厚みということで統一させていただきましたただし、擁壁機とかになりますと当然内の出と外の出で当然長さが変わってきますのでえ構造用途のところをですね 擁壁というところに変更をかけると今まで通り擁壁ので、カッ内、外というので別個で設定ができるようになっております続きましてこちらは新機能でかなり一番大きな目玉機能になるかと思うんですけども詳細設計の部分でですねやはりレビットに関しては鉄骨なんかが特にそうだったんですが仕口の部分がどうしても え、きちんとした表現ができなかったと。これなんでできないんですかっていうことでよくお話を伺っていたんですが、ようやくですね、こちら、鉄骨部分のジョイント表現が小サイズ部分で可能になりました。2D、3D、両方とも表示ができるようになっています。ただしですね、ちょっと残念なんですけども、こちら現状に関しましては、この機能が使用可能なファミリーとしては、えっと、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、ポーランド、 インド中国の使用の標準ファミリーでパラメーターの中にセクションネームドキーというのが入っているもののみという形になります実際にです、ね、どういった動きをするのかということで見ていただきたいと思いますがこちらも一応動画でご覧いただきたいと思いますが鉄骨のファミリーですねこちらであと接合というところがありまして ここでですね、まあ、どういった仕口の部分を入れますかということで、とりあえず今回、まあ、全部バッと入れてしまって、で、えッ、ー、OK と。で、それからですね、この接合というのを行うんですけども、そうすると、この部分ですね、接合部分が全部入ってきますので、適宜、えー、使いたい仕口部分を選択していただくと、このように。 鉄骨の接合部分というのを表現することができるようになっています。でえー、とこの仕口の部分なんですけども、接合部分なんですけども、パラメーターを修正のところでかなり細かく設定ができるようになっています。ですので、えーまあ、厚みであったりとか、あとボルトの数、ボルトの数スパン、あとそれから、えー、と片側につけるのか、両側につけるのかというのもですね、かなり細かく設定ができるようになっておりますので、えーまあ、海外物件ですとか、 そういった部分に関してはかなり使える機能になっているのではないかというふうに考えております。こういった形ですね。あと、それからこのベースの部分、ベースの部分に関しても、ベースプレートカットというところで選択していただいて、基礎とですね、選択していただくと、このように配置ができると。 形になっていますでこちらもパラメータを修正かけることでボルトの位置も入られますしそれからボルトの数それからちょうどアンカーの部分で折り返しができているのかそれともストレートなのかそういった部分なんかもですね細かくこのように設定を変更することが可能という形になっております。 でえー、続きましてはこちらも新機能になるんですけども鉄骨背筋の機能向上ということでさまざまな形状のです、ね、コンクリートに対して対応することになりましたということで例えば、まあ、ハンチのついている針ですとかそれから傾斜針であったりとか。 そういった部分に関してもですね、傾斜に沿った形で正しい背筋というのをですね、この各種鉄筋セットという機能がつきましたので、こちらを押していただくことで、えーまあ、曲がっていたりとかカーブしていたりとか、そういった部分に関しても正しくですね、その RC の形状を判断して背筋の方をしてくれるという機能になっております。こちらの方も動画で少し見ていただきたいと思いますが、 まあこのように、ハンチがついているものですけども、このようにですね、何もしないと、こう傾斜しているとですね、こういった形で、左側なんかは特に合わないんですけども、この鉄筋セットっていうのを押していただくことで、形状に沿った形で、このように、針の、い、鉄筋を配置してくれると。 こういった形ですね。これはあの結構いろんな複雑な形状にも対応できるようになっております。まあ、実際にちょっとこれ、えー、見ていると、まあ、こういった形になりますよということですね。 続きまして、こちらはです、ね、機能改善という形になりますが、背筋の編集機能の向上ということで、えー、と今までダイアログで、えー、パラメータの部分で,です、ね、直していた、えー、と背筋のかぶりですとか、そういった部分なんですけども、えー、と図面上から直接、視覚的にです、ねえー、背筋状態を見ながら編集ができるようになったという機能になります。ちょっとこちらも、えー、とあらかじめ動画を撮っておりますので、そちらをご覧ください。 えとこういったかなりギスギスになっている鉄骨のあての背筋の部分ですね。えー、とこちらもですね、クリックしていただいてで、この高速を編集というのがあります。これはですね、今まではこんな感じで、えー、ダイアログ上で変更をかけていたんですけども、これが今度新しい17の状態になりますが、 背景を触っていただいて、背景を編集。クリックすると、ですね、今度は画面上でこのようにかぶりの位置を指定していきます。ですので、ここでもう直接、字を打ち込んでいって、ですね、細かい設定変更ができるようになったということで、いちいちです、ね、こうどの背景で,ですっ、ね、て、ダイアログを見ながらやるのではなくて、もう画面上から直接編集を行うことができるようになったという機能になります。 こちらも機能工場になるんですけども、メッシュ背筋の機能工場ということで、布基礎等にでも関してもですね、形状に沿った形でメッシュ背筋を置くことができるようになったという機能になります。続きまして、こちらは機能改善という形になりますが、今までですね、柱に対して 柱、途中で切断して、またちょっとこうミドルフロアをつけるとか、そういった作業ができなかったんですが、ようやく柱に対してもです、ね、部材の切断というのができるようになりました。ですので、部分的に階層を設ける際にはですね、これは作図的なところになってしまうかもしれないんですが、機能改善という形で操作性が向上したという形になるかと思います。 ちょっと動画はないんですけども、えっ、ー、と、こんな形ですね。まあ、ちょっとパラパラ漫画みたいなんですけども、途中で、えー、切ることができますというものになります。で、えー、とこちらもですね、機能向上という形になりますが、えー、と今までですね、えー、と柱なんですけども、えー、と基礎ですとかフーチングに対して柱のアタッチっていうのができなかったんですけども、ようやく2017で独立基礎に対しても柱の修正機能が使用可能になっています。 ちょっとこれごめんなさい、えー、と動画のほう用意してなかったんですけども基本的にあの今まで,です、ね、基礎ですとか独立背景あごめんなさいフーチングに関しては、えー、アタッチメント株のアタッチメントというのは機能しなかったんですが、えー、17からですね、えー、正しく機能するようになりましてその後、えー、とフーチングを動かしてもそのまま連動して柱とですね同じように動くことができるようになるという形になります。 続きまして、こちらは Revit の MEP ですね。MEP に関しての機能向上、それから新機能のご紹介という形でご説明の方をさせていただきます。まず、こちら、新機能になります。設計コンポーネントから製造用コンポーネントへということで、RevitMEP に関して、ストラクチャーもそうなんですが、 弊社の考え方としてですね、よりファブリケーションとの連携というのを強めていきたいということで、レビット MMP に関してもですね、設計用のファミリーから製造用のコンポーネントへの一括の変換というのが可能になりました。ちょっとこれ今出てますけども、実際動きを見ていただこうかと思いますが、設計用のコンポーネントから製造用のコンポーネントへの一括変換ということで、これはレビットの通常のファミリーで製作している こういった図面ですね。で、ちょっと今切り出してるんですけど、こういったレビットのファミリーで書かれていると。で、この部分に関して、まず製造用のパーツを中に取り込みます。で、その後にですね。 である程度ルーティングをですね、設定していただいて、どのルーティングの部分を変更しますかと。でそうすると、いろんなルーティングが出てくると思うんですけど、その中で、えー、基本的にはダクトのスタイルを一括で書いていただければ、えー、フランジであろうが、t a であろうが、えー、キャップであろうが、ストレートであろうが、すべてをですね、それに沿った形での、えー、ファブリケーション用のパーツに一括で変換をしていくことができるという形になります。 続きまして、えー、とこちらもですねファブリケーションの新機能なんですけども、えー、とルートと塗りつぶしという機能が追加されまして、えー、とこれを使うことでですね接続ルートの、えー、と複数の選択ができるようになりますまた、ですねスマートスナップを使っていただくことで、えー、とダクト間の高低差があったとしてもそちらの自動接続というのが可能です。またですね えっと、これはまあ、レビットの方の通常のファミリーの MEP の方にも多少同じのはついているんですけども、ルーティングをいろいろ変えることができるというのもありますが、えっと、こちらのですね、ファブリケーションの機能としては、えフランジの部分ですとかコーナーの部分なんかを個々にですね、編集をかけながらより細かい設計が可能になっています。ちょっとこちらの方も動画を撮ってありますので、そちらをご覧ください。 でこちらです、ねえー、っとこのように、ちょっとリズ面図で見ると高さの違う状態になっているのが分かるかと思います。でこれに対して、このルートと塗りつぶしというのをクリックしていただくこうやって複数選択されるんですね、高さが変わっていても、接続ができるところは複数選択、で入れていただくだけで上下間の,その立ち上がりですとか、そういった部分も自動で、えー、反応して、えー、配置をしてくると。でさらに、今、いろいろクリックしていると。 何番何番ということで、右側のところのフランジのところで丸がついてますけど、それでいろいろ自分で,ですねチェックを入れながら、いやこ、のこのパーツを使いたいんだとかっていうのをいろいろ選択しながら設定をしていくことができるという機能になっております。こういった形ですね。 続きまして、こちらもですね、えっと、ファブリケーション用の機能の方の、え、機能向上になるんですが、えっと、ハンガーラックのですね、延長が可能になりました。ただし、これちょっと一部のパーツのみで、えっと、ストラクトハンガーというものだけなんですけども、え、ダクト用のハンガーラック、こういったところにですね、よくですね、電線ケーブル、ケーブルラックですね、そういったものを一緒に、あの、並走して、 配置をしたりというような設計をしたりすることはかなりあるかと思うんですけども、そういった場合に当然ハンガーラックの片方だけを伸ばして、えー、ケーブルラックを上に乗っけるというようなことがですね、一応可能になりましたという形になります。ただちょっとこれはあの一本一本ちょっと手作業にはなってしまうんですけども、ハンガー、ダクト用のハンガーラックで、えー、ラック部分の延長というのが可能になっております。 続きまして、ですねこちらはレビットの機能というかですね API の機能追加になりましてフレームワークをですね有効無効に設定変更することが可能になりましたという形になります。ですので、こちらをですね設定変更していただくことで詳細なレビットをですねより動きをですねより早くすることができるという形になります。 例えばなんですが、画面移動ですとか、ズーム、ビュー、えー、そういったところにです、ね、時間がかかる場合はこちらをです、ね、無効にすることで改善が見込まれる場合があるという形になります。えー、と他にも、ねえー、CAIALWAYS、オートアップデートということで、えー、とエナジーアナライスの自動更新をです、ね、無効にするというような API なんかも新しく公開されています。 他にもですね、かなり API の機能追加というのは行われておりますので、こちらの方、詳しくはヘルプの方をですね、API のところを見ていただくとですね、かなりの数の API の機能追加というのが書かれていますので、そちらをご参考いただければというふうに考えております。で、これからちょっとその他情報という形になるんですけども、 やはりですねあのよくユーザーの方々には VIM ファミリーなかなかえ探せないよとどっかないのないのということでよくあのお客様には聞かれるんですけども意外とですねかなりもうあのメーカーさんのほうで VIM ファミリー、特にレビットの FA あのファミリー形式ですね RFA 形式これで公開されているえーとメーカーさん増えてきてます。 例えば、日本ヒルティさん、構造用の鋼材ですとか工具、部品提供されているメーカーさんですが、こちらに関しては .RFA でのレビットのファミリー形式でのパーツを無償公開しています。他にもです、ね、フリーアクセスのベースメーカー、そちらの方でもです、ね、センクシアさんというところなんですが、こちらも .RFA、これで,です、ね、ファミリーの公開をしていますこれ。こちら両方ともです、ね、一応日本の会社になっていますので、 当然ファミリーの作り方もきちんとミリメートル単位で作られています他にもですねこれは先日あの機関新聞の方ですとか業界誌の方には出てましたけどもリクシルさんがファミリー形式でのレビットファミリーの公開を順次始めるということで一応ご公表をされています 他にも三菱電機さんですとか、あとそれからエヌテックさん、あとそれからオートデスクシークもそうですけども、あとはあ東芝エレベーターさん、ですね。こちらちょっとあの特殊な、えー、オーダー方式になるようなんですけども、えー、通常の,あの、えー、ホームページ上にはなくて、ですね、えーと、東芝エレベーターさんの VIM の特設サイトに、えー、とご登録いただくと、そこでユーザー様自体がですね、えー、とこ,うあのこの商品の VIM モデルをくださいというようなオーダーができるようになっているようです。 で、そうすることで、つどつどですね、東芝エレベーターさんの方では、ビ、えームモデルの提供というのを行っているという形になっているようです。えっ、ー、と、他にもですね、こちらは、えっ、ー、と、ラグの 構造部会の方のワーキンググループので作成さ作成していただけた、えー、と構造用の設計者向けのテンプレートというのがですね、無償配布がもう既に始まってますので、ぜひですね、えっ、ー、と、御社の中の構造設計の部署の方々にですね、こちらの方ご紹介いただければというふうに考えております。他にもですね、えー、特にやはりチュートリアル等々かなり少ないと言われておりますが、えー、なぜかですね、レビットストラクチャーに関しましてはかなり細かく、えー、チュートリアルの方がありまして、 鉄骨向き、それから RC 向き、共通向きということで、さまざまなタイプに応じた形でのチュートリアルというのも、ですねビム、えー、デザインの中から無償で公開しておりますので、ぜひです、ね、構造設計をやられている方、えー、御社の方で構造設計部門の方でレビットを使われている方には、ですねそちらの方をご紹介いただければというふうに考えております。 あとですねえとこちらのほうはですねえーまあユーザー様でありますフリーダム・アーキテクス・デザインさんがですねえと建築知識研究所様というところとコラボレーションしてましてこちらのほうであの在来住宅向けのレビットのテンプレートですとかあとサック図マニュアルというのを無償公開しています。 他にもですね、あと、こちらの方では、えっ、ー、と、築地ですね、えっ、ー、と、在来住宅向けのファミリーも無償公開していくということで、えっ、ー、と、フリータムアーキテクスさんの方がですね、実際に、あの、えー、在来の、えっ、ー、と、デザイン住宅を、え設計、施工されている会社さんなんですけども、そちらの方で使われているファミリーをですね、順次こちらの方に無償で上げていただけるということですので、ぜひですね、えー、そういった物件等でお使いになられる場合は、こちらの方をご覧いただければというふうに考えております。 あと他にもこちらのほうでは在来広報向けの,あのレビットのチュートリアルなんかもですね、一般、作図向き、それからえと確認申請向きということでマニュアルのほう作られていますのでぜひこちらもですね、ご紹介いただければというふうに考えております。 このような形でですね。えー、まあ、かなりの数のですね。えっ、ー、とレビットの方、えっ、ー、と2017に関しては新機能も増えておりますのでぜひですね。あのー、どんどん使っていただいて、えー、まあ、もしまたですね。バグです。とか、それから細かいところ、えっ、ー、と500と方のありましたらですねこちらの方に行っていただければ逐次ですね。直してアップデートしていきたいと思っております。これで一応レビットの方のですね新機能の紹介の方は終わりたいと思いますが。